はい、直道です。前回ね、探してた、クエストモンスターがいたんで、もうスパッと倒しちゃおう、これも。ショートソードプラス1って、しかも大したもんもらえねえし。なんか大したモンスターじゃなかったね、これ。3000。今貢献度ってどれぐらいなんだろう、これ。あ、2200。あーと、まだまだ全然か。ちょっとね、これでどれぐらい？これ一体どれぐらい残ってんだろう。ピックの説明。チック村とフレームの間にいると。いたー！
で、これで、ギルド。よし。まだ全然かー。湖に現れた教授、まあ多分これもオケだな。これまたちゃった。どの程度まで戻ればあれなんだろう。どの程度まで戻りゃクエストモンスターと遭遇できるんだろう。ちょっとわからない。多分ね、今回ね、クエスト召喚がメインになると思うんだ、これ、この感じでいくと。でもさ、間違いなくこんな手前にいるわけがないとは思うんだよ。俺もだってこれ入り口だもん。これだってこ
なんでおらんねん。いやもう進んじゃおう。こっからどっちに向かえばいいんだ。あ、このまま真っ直ぐになるね。はいはい。意外と強いな、これ敵が。おっと、宝箱。よし、あとは普通に殴って。よし、目的地。ほんと雪国っていう感じだね、これ。あれ、グマイ？なんだ？お、クエスト、クエスト。アイスクルトレントという教授がそれだ。そのアイスクルトレント今週編出るっていうからこれあれだね、今週編ぐるぐるーっと回ってりゃこれじゃん明らかにこれじゃん。いや、おかしいだろ、木からシルクが出んのかよシルクの木じゃんていうか、そもそもシルクの木って何おかしくねって
おかしいだろ。シルクの木って何？あ、ちゃんとそういうとこはしっかりしてるね。平原じゃ出てこないんだよね。あ、ちゃんとそういうとこはしっかりしてるね、これ。ちゃんと。まあ、しっかりしてるっていうか、ちゃっかりしてるっていうかね、これはもう。普通の口引き犬。ちょっかりしてんだね、そういうところ。普通の平均じゃ出てこないところとかさ。これちょっと、このクエスト、サブクエストをちょっとやるためにちょっと、一旦カットしまーす。はい、着きましたーと。さて、どんなもんか、ちょっと、チェック。まあ、円環統一半分にして、まあ、どうしよう、めんどくさくない、あんまりめんどくさくないようにね。あ、でもゴーレム欲しいな、これ。あ、でもこのゴーレムって、あ、表示できねえのか、やっぱ。やっぱそうなのか。ちょっと可愛いな、これ。このムーブはなんかちょっと可愛いな、なんか。これ多分こう。ミックできない。you
で、こっから探索を始めようか。お、なんかいきなり宝箱貴重なやつ。つっても、中身すごかったけど。戦闘中に一時的に黄金だぜ。